はい、年を重ねる美顔は武器となるメイクアッププロデューサーの翔子です。皆さんこんにちは。はい、今回は休日だったり家で作業する日っていう時にやる第一群のコスメっていうのを今日はねご紹介していきたいと思います。じゃん、こちらの方に入っております。はい、では早速行ってみよう。はい、このじゃん、こんな感じになっているんですが、休日外に出る場合、はい、家にこもる場合もあるので、家にこもってるんじゃなくて外に公園に散歩とか、はい、私はよく旦那さんと公園に散歩っていうのがね、犬と 3人でしたりと1匹で、はい、行くのが好きなので、そういう時はちょっと太陽のね光を気にするっていうことで、日焼け止め兼日中のクリームっていうことでカネボウのベルオブデイミニテッドサイズ、これ本当にねずっと使ってるので何回も何回もリピートしてるんですけど、もうほら出なくなっちゃってるよこちらの方はもうこの時期本当にね保湿しないと目の周りとかがカサカサしちゃったりするので、ちゃんと保湿たっぷりで外に行かないと温度差やられませんか。今ずっとね喉の調子がねあんまりこうガラガラして良くないんですけど、ね、喉も荒れるし肌もね乾燥しやすいということで、ちゃんと保湿をねしっかりスキンケアした後に塗ります。これは外に行く場合ね。で外に行かない場合はそのまま下地になるんですけど、もう下地でねほとんど終了しちゃうんじゃないかっていう RMK のルミナスメイクアップベース、これは SPF が22の PA が2つ、はい、なっておりますんで、窓からのね紫外線をちゃんと守ってくれるか。でこちらの方を少量取り入れまして、よく手の、ね、なじませまして、はい、この美の三角層にのせてあげて血色を良くしてあげるって点で少しピンク色のベースになります。もうなんか休日だとこういうトレーナーとかねニットを着ることが多いので、なるべくね肌がナチュラルになってる方がいいなっていうことで、ね、つけるんだけど、もう休日だからといってちょっとうろうろしてると知ってる人に会ったりとかね、たまにスーパーとかでねうろうろしてると翔子さんですかって声をかけられることがちょっと最近ね多くなってきたので、あんまり手を抜いちゃいけないなっていう自覚が生まれまして、薄付きなんだけども肌綺麗に見せてくれるよっていう、まあ、下地の部分で完結させたいなと思って。どうですか。でも潤い成分がすごくあるんだけどペタペタあんまりしないのでいいかなと思って。そう、もともとね RMK さんは下地にすごくねヘアメイクの間では評判が良くてよくね使っていたんですけど、どん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 またね改良されて私たちのね年代にも使えると思って気に取ります。もう目のねこのクマゴルゴラインって言って、ここがねくすんできたりとかすると元気がなくなって見えるので、そこだけはちょっとファンデーションつけたいよねっていうところで、はい、最近ねちょっと気に入ったのがオルビスユーのカラースキンケアマスク、スキンケアマスクっていうだけあってスキンケアがねすごいので、でベタベタしてでナチュラルの一番ということでよく振ります。でちょっとつけます。でこのファンデーションはねつけ方こちらの方で、はい、ご紹介してるんですけども、ちょっとね特徴があるのでよく入ったのでなじんで、ちょっと3本の指ね少しでね、このスキンケアのねこう置いていくようにっていうことで、ね、伸ばすんじゃなくてこうなじませていくように、だから美容液をねなじませていくようにっていうこと で手に残ったのをねちょっと広げていく感じ。まあこの鼻のとこはね少しこうやってつけてますけど、あとはもう本当にこうぺったんぺったんなじませるだけであっという間に綺麗に、はい、このクマのところとか毛穴とか綺麗にしてくれるじゃない、ね、ここ乗せるじゃない。で乗せた時に普通だったらさっさって伸ばしたいところをちょっと我慢していただいて、よく手のひらで温めてちょっとずつねなじませていく。パッティングとも違う、ね、その美容液をなじませるような感じでつけていくっていうのがコツなの。だんだんね最近上手になってきて、夕方もねほとんど目じわとか気にならないので、前はね下地つけたらここだけコンシーラーでちょっとだけつけたりとか、ファンデーションここだけちょっとつけたりしてたんだけど、これはね本当になじませるだけ、本当テクニックいらずだからさ慣れると
で少量でもうこんだけ余っちゃうんですよね。で最後にまた自分の手で、なんかファンデーションの後ってあんまり触りたくないじゃない、それがこう触れば触るほど、はい、馴染んできてくれるので、あっという間に健康的なナチュラルということで、はい。であとね、こちらの藤子さんのこれはよく私のところに出てきて一群があまり変わらないですね。トン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 、めちゃくちゃ楽ちんそう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 、トン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 、まあ、とにかく休日はね、なんかこう幸せそうな顔してたいじゃない。そう、うちのワンちゃんと、ね、旦那さんとかにめっちゃ幸せですみたいな、まあ、アピールな感じですかね、はい、君たちがいるからこそ、ね、好きなことをさせていただいてありがとうみたいな感じなんですよ、うちはねはい、ということで、眉はもう見てもボロボロだからエレガンスの、アイブロウスリムなんだけど、何番か分かんないぐらいもうボロボロのやつを愛用しております。そう、新買えれるからさ、いつまで経っても、はい、ホルダーはね使えるのよねと思って、いろいろ使うんですけど、なんかね仕事で使うときってやっぱり戻ってきちゃうのかな。すごく綺麗なホルダーの方が、仕事用に使ってるんですけど、ね、まだ使えるしもったいないよねっていうことで芯を変えて自分では使っております。じゃあ、あとこちらの K パレットニュアンスグローマスカラ、藤子さんのやつすごく気に入ってね、よく使ってたんですけど、最近ちょっと飽きてきて、ね、これすごい気に入ってたんだけど、また元に戻ってきて、色合いが多分好きなんでしょうね、 K パレットさん。 K パレットさんもあのアイラインとかね、すごく微妙な色がすごく上手だから好きです。もうほんと定番の定番っていうことで、やっぱりねナチュラルっていうとヨナフル、ヨナフルのアイカラーレーションの18番、これですね、はい、これはもう鉄板的に楽ちんですはい、まずオレンジのせいの、もう適当なんですよ。でちょっと真ん中に重ねので、ちょっと光をさーっと、休日の時はさーっとね、もうこんな感じですよ。はい、そして濃い色を際にちょっと、でこんな感じで終わりです、マスカラ。あのこの間ねライブを、はい、あの YouTube のライブをやってね、マスカラがこう放射状に上手につけれませんっていうね、あの質問があったんですよ。放射状につけたい場合は、まずまっすぐこうね上に上げるじゃない、で少し角度ちょっと向こうで、今度最後にちょっと立たせて外側にね、今度こちらの方をつけたいっていうのを繰り返していくと放射状についていくんだけども、毛が少なくてまだらになってパカッとね V の字に開いちゃいますっていう方だったのね、そういう方はこの間に、ね、つけまつげのこういうね一本一本のやつがあるんですよ、見たことあります、それを、ね、ピンセットでポンポンって入れていけば抜けてるところに、ね、エクステみたいな感じなんだけど、一本だからねそんなに難しくない、ね、ちょっとだけその空間だけちょんと入れてあげるだけでいいので、こういうのが売ってるので、ね、使ってみるといいと思います。で、口紅なんですけど、こちらは藤子さん、ね、藤子さんの、ニュアンスラップティント愛の花束ピンクって書いてるんですけど、唇が私は藤子さんの荒れにくくて、この時期は本当荒れるんですけど、うん、仕事で使ってるのはスックの06番のリップの色、すごい好きなんだけど、すごくね茶色っぽい色なんですね。でも休日の時はさっき言ったように、ね、旦那さんとデートしたいじゃない、うん、っていう時は大体こんな感じ。じゃあこっちやっていきますね。はい、出来上がりました。こんな感じです。
はい、休日な感じのメイクだけどちょっと手を抜いてない風に見える、ね、あの結構説明してるのでちょっと時間かかってたんですけどザザザって感じなのでそんなにねかかんないんですよ。だいたい10分かかんないぐらい、そうスキンケア入れて10分だんだん10分ぐらいかなっていう感じの、はい、メイクになっております。参考になれば、はい、まあ、ちょっとね休日は休日でということで一つねこうちょっとこういう感じでね分けておくと楽ちんですよ。なんか行かなきゃって言ってこれだけポンって持って急にお泊まりとかになった時とかでも行けるし、なんかどれで探すの嫌じゃない？そしたらちょっとねポーチを、ね、一軍のコスメ用と、はい、出張用と、普通のナチュラル用で分けてても、ね、楽ちんかなと思ってやっております。ね、ちょっとでも時短にちょっとでも楽に、ね、ちょっとでも手を抜いても綺麗にっていうことで、はい、やっていただけるといいかなと思います。ポイントは使っていて褒められた色ってあるじゃないですか。自分の中であれなんかその肌綺麗に見えるねって言われたりとかなんかこう色とかもあその色なんか綺麗ですねって言われたことがある色とかっていうのを普段の時に何回も何回もやってるとだんだん練習してくるとメイクって上手くなっていくんですね。なのでそれを使っているとどんどん一軍になっていってこう極めていくとまたお出かけ用のメイクにすり替わっていったりすることもあります。メイクって、ね、お洋服とのバランスってすごく大事になってくるので、ね、その着た時にどういうメイクをね褒められたかなとかなんかこう自分の中でおなんかちょっと自分がイケてるなって思った時に、はい、少しにメモっておいてでそこをこうねあこんな感じのパターンの時はみんないい感じの印象を持つんだっていうことが分かってくると、はい、そこをもうね一軍の方に、はい、こう集めてやっていくともう本当に寝坊したっていう時もこれだけやってれば大丈夫みたいなっていうことですごいこうバリエーションが効いてくると思うのでぜひ参考にしてみてください。今日の動画良かったよっていう方は、はい、もういいねボタン登録ボタンを押していただけると嬉しいです。で今重大なお知らせとともに、はい、なんかねこうちょっとね皆さんが、ね、こう困ってるなって思うコメントが入ったらそのプロフェッショナルの人たちをちょっとお呼びしてゲストにしたりとかっていうちょっと楽しいいつもとは違う、はい、ライブにしていきたいなと思っているのでもし、はい、お時間があればアーカイブ残しませんので、はい、ライブ12時からスタートしますのでぜひ楽しみにしててくださいね。忘れそうだったらベルマークね押しといていただけると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。